シャーマくんゲームでございます。ウィリアプレイ2019やっていきましょう。ということで今回はですね、こちらの FPL ジフエルマス使っていきたいと思います。レベマス総合値オムフ95ということで、もうちょっとね早い段階で動画出したかったんですけど、そう木曜日にね一応 FP ガチャ引いて当ててたんだけど、いかんせんですね、いかんせん複製の方がちょっとね手こずっちゃって75なんですよね。そうだ、このレベル75にするまでにエリートクラブズの、まああれ貯めてたねトレーナーとか使ったっていうのもあって、そしてあれ延長されてね昨日、月曜日ですねの方もイベント来てたんで、まあそれもでかかったんですけど、でもね育成えぐかった。なかなかそう普通のねガチャ回してトレーナーとかも入れたりして、今回ですねレベマで使用していくということで、力なんですがねレベマとんでもないことになってるね。ボルコンドリグランダーパス、ここ特にやばいですね。まあ、ドリブルもできてパスもできると。でやっぱ OMF といったらねディフェンスエースとかねボールダッシュも結構惜しいところで、ここもね特にボールダッシュかなり高いですね。オムフの選手にしてはレベル上限は高いっていうのもあるんでね、そこで上がってる部分もあるんですが非常にいいですね。じゃスピーシュンのところ、スピード瞬発力ここも86、89と、80後半保ってて、ボディコントロールが91、いや強い。スタミナ89と、まあ、最後まで走れる力を持っています。はい、そしてスキルなんですが、まあ、エッジターン、確定で出せますね。エッジターン確定出せて、あとアシエルコントロールとかもね、個人的にギリギリの局面でね、相手をかわすときとかもこれ発動してくれたりするんで、足裏でちょっとヒュッてかわせですね。チェイシング。だからディフェンスエース、ボールダッシュとかもそんなに低くないって言ったんですけど、ここからのね、チェイシング持ちなんで、前からのプレスもガンガンかけてくれる。で、スタイル、チャンスメーカー。いろんなとこ顔を出してくれてですね、エルマス中心にね、ボール回しながら、とにかくね、いろんなことをやっていきたいと思います。エルジフ、エルマス、レベマ使って、早速試合やっていきましょう。レディファイト。さあ、FP、エルジフ、エルマス使っていきましょう。オムフ95。OK、調子打つ。2トップね、2枚とも絶好調で、応援アセンシオ調子いいですね。ただまあね、フォワードのとこいいからね、バレンシア絶好調。お相手が FP、ロナウド、サラー、で、キーパー手足上げですね。で、ラモス、モドリッチで、クライフが CF、アザール左、4-1-3によろしくお願いします。FP、エルマス、両方できますからね、ドリブルとパス。そこの数値がもう90超えてるんで、90後半。チャンスメイクしながらもね、一応プレイスタイルチャンスメーカーなんで、いろんなとこ顔を出してくれるんですけど、チャンスメイクしつつも、なんていうのかな、自分も仕掛けていく。そう、じわじわとね、こう間、インサイドレシーバー。さあ、これいいよ。で、逆サイド。あー、無理か。いや、トレーラーナイス。さあ、エルマス来た。寄せが甘いときは打っていく。もう寄せが甘ければね、あそこ。バイタルでミドルもねガンガン打っていきたい。さあここはバレンシアちょっとスルーしてみて、フォレスト、うわエルマス頑張ろう。いや強っ、ナイス。あっ、ちょっと待って待って待って、シュートがコントロールカーブ打とうとしたらなんかヒールシュートみたいなやつになっちゃった。角度がちょっとやばかったですね今のは。これサラー縦突破から中折り返しの可能性高いよ。そこ読んでいこうみんなで。そうリシャルリソン最高、メッシナイス、こっちだー、もったいな、やっちまったわ今、あれはミスりましたね。うまい、うわ裏の可能性あるぞこれ。サンキュー。くわー嫌な位置、若干守備ね誰が言っていいかわからない状況になってましたね。これロナウド狙ってくるでしょうおそらく。うわ危ねえ、パワーゲーシュートで右側狙ってきたかな。フリーキックあの位置は一番怖いやつだね。さあエルマスで得点を決めたいが、相手は食いつけばねここら辺で。
前半まだ両チームともスコアレスな展開です。さあいい位置上がってきた。自分で行く。抜いた。もうこの辺細かい、これもう細かく、自分で行く。抜いた。もうこの辺細かい、これ行きます。細かくね、相手のディフェンスが、まあ、そっちみたいな、このタッチができるんですよね、エルマスは。さあナイスボール、そしてもう一回自分でもらう。よっしゃー抜けてくる、よっしゃーよっしゃ ー, っしゃー、ここ早いね、一瞬が。こう推進力もあるんで、いや、いいですね。なんかオムフ、なんかそのオムフで初期ポジオムフっていう選手はそんなに多くないよね。さあまたエルマスのお時間だ、エルマスのお時間だ。開いた、エッジターンからシュート、エッジターンもあるぜエッジターンもあるぜ。よし、オッケー、とりあえず前半 3-0 ですね。でドリできるし、そうパスもできるん で, でチェイシングを持ってるという、なかなかのポテンシャルですよね。さあ怖いが、ここまずい、うまい、そっちか、そうわうまい、危ねえ、ピケ粘ってくれ、手上がる簡単にシュート出せるな、ナイス。さあカウンターだ、重心移動高速か、エッジターン、何やばい、若干ラインずれてる、うまいなフラスルが。オッケーオッケー、これは大丈夫でしょう、寄せろ、オッケー、なんとかねピケでいけてるけど、まずい、ずっとオレンドアン状態になってる、これシュートくるよ、うまい、やめて、うまい、ずっとオレンドアン状態になってる、これシュートくるよ、うまい、やめて、うまい、今のロナウドドリー完璧だね、これこちらのプレスをねかわしにかわして引きましたね、しっかり。さあ攻めかけよう、攻め立てよう、いやーライブ、オッケー、やれます、ムバッペナイスパス、キーパーと 2-1 の状態作れればね、ぐっと上がりますね、あのシュートの成功確率が。まあ、エルマスね、ドリブルもあるから。さあ、お相手が固まっていますが、大丈夫かな、固まってるが、これ、あー、動かないね、ちょっと。サラーがヘブンズタイム状態になってるけど。これはですね、動いた、いきなり動いた、え、動く、動いた、動いてるよね、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、そして、うわーって、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、そして、うわーって、ちょっと待ってくれ、マジか、完全に油断しましたね、今、動かないかなと思ったら。よし、ロバーソン、何球、何球、3球ね。ナイスと3球混ざって。さあ、ここでラモスの動きを見ながら。マッシー、あー、メッシのね、左足の一撃をね。そう、うめえ。やばいぞ、これ。ちょっとだけ。バレンシア、3球。さあこれいいよ、いいよ、ふわい、ナイボー、ナイボー、あー、シュート入んない、シュートがまさかの入んない、そしてなんかずれてるパスが最後やばいな、今のパスがやたらと今ずれましたけど、いやー、あれムバッペ決めたかったっすね、エルマスからね、FP エルマスからの極上パスが来て OK、 ただ
4対2なんとか勝利ですね。さあということでハイライトいきたいと思います。いやこの辺はねマジでもうエルマスコースなんでね、細かいドリがめっちゃできる。そう、特にフックとか強いですね。高速ボディフェイントを入れながらフック入れたり、まあ、そしてダッシュも入れてバースト最後やったりですね。本当に自由自在にパスドリブルできるって感じですね。ここら辺も強いね。やっぱ一瞬でなんかその推進力もあるの でスタミナとかもありますし、あとエッジダウンとかも持ってるんでね、そういうのも活かしながらゴール奪えたので良かったかなと。そう、ここもエッジターンですね。これマルセルが絞ってきたところでね、エッジターンを使うと。ただねお相手のロナウドのところ、これうまかったな、ドリブル。あそこの一瞬でねプレスボタンかけてるんですけど、やっぱかわされて、うん、ただあそこでもっとじっくりいかなきゃいけないのかな。またねいろんな選手、そうやってね使っていきたいと思いますので、今回皆さんご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプロー。